Facebook でおじさん経営者と出会えるって本当ですかみたいな、質問が来てたんですけど、それについて回答したいと思います。どういう質問の意図か、推測すると、多分、まあ、よくある論調で、Twitter とかインスタとか TikTok とかより、オワコンと言われてる Facebook の方が、まあ、経営者とか、それなりの役職についてるビジネスパーソンが多いので、そっちの方が交流しやすかったり、名前覚えてもらいやすかったり、出会いやすかったりするから、若い人ほど、Facebook をやろうみたいなことを言う人いますよね。それって本当ですかっていうことだ、質問だと思うんですけど、結論、まあそうなんじゃないんですかっていうのがあるんですけど、もっと、本質的な、答えをすると、その通りなんだけど、なんかまず2個あって、1個はそんな質問をすることの意味って何って思うんですよ。これよくあるんだけど、なんかそんな大して影響力もない、何でもない人たちが、この言い方あれですけど、よくコンサルとかやっててもスレッズってやった方がいいですかねとか言うんですよ。その悩み何、その質問してる時間でやれよみたいな。みんなそこそこフォロワーがいたり、いろんなことやってる人たちが、とりあえず好奇心でやってるようなことを、やった方がいいですかね、ちょっと今悩んでてとか、いや、お前悩む意味ないから、とりあえずやってから考えろって思う。だから Facebook ってそうですかねとか、いや、知らねえよ、まず、そう思うならやってみろよ、みたいな。質問する意味がないわ。っていうのは、一個思います。で、もう一個は、その着眼点は、大切で、やっぱりあらゆる物事って戦略的にやんないとダメで、努力とは頑張るということじゃなくて、見極めてからやりきること、要は戦略的に、この山の中にダイヤモンドが埋まってるんで、誰よりも早く掘り起こしてくださいみたいなことであるならば、まずその地図を取り寄せて測って、どこにダイヤモンドの鉱石があるか村人に聞いてみたいな、ありとあらゆる方法で調査して見極めると。で、ここにあるに違いないと思ってから掘り続けると。ただ何も知らないのに掘り続けることが努力することじゃなくて、見極めてやりきるっていう、この2つのものを含むことが努力だって言ってたんですけど、その通りで、まあ、さっきのとにかくやるっていうことも大事なんだけど、別に矛盾しなくて、とにかくやるってことも含め、戦略的にやろうとっていう意味において、そもそもなんで SNS で大物と出会うんだみたいなことを整理しなきゃいけないと思うんだけど、その質問の人にとってそれが意味あるっていう、戦略上大物経営者と出会うことが意味があるっていうならば、その Facebook を狙うとか有効だよねっていう。で、僕も編集者になったばっかの時、全然人脈なくて、編集者って想像してみていただければわかるかもしれないんですけど、要は本を書いてくれる人につながってないとダメなんですよね。うん、本書いてくださいって言って言える距離にいないとダメだし、本書いてくださいって言っていいよって言われないとダメと。で、なったばっかの時、基本的には人脈なんてゼロなんですよ。で、そうなった時、大体先輩がやりたくないような、もういいやって、この人売れないしとか、もうこの人飽きたしみたいなのを、あ、じゃあ担当してって言って引き継ぐっていうのが、まあ営業とかもそうだと思うんですけど、本当に美味しい案件とかじゃないと。僕本当にいい編集者なんで、後輩に売れる著者ほど渡すんですよね。ひろゆきさんの連絡先教えたり、ホリエモンの本やってもらったり、まあ、いや、売れそうだなって思う案件めちゃめちゃ後輩に渡してって、僕って本当にいい編集者、いい先輩だなって自分でも思いますね。なんだけど、普通ね、ノルマを気にしたり、やっぱ自分の編集者人生気にするんで、要はなかなかいい案件がないと。そういう中で自分で取ってこなきゃいけないと。僕はもう SNS で出会うしかないと。それ10年ぐらい前だから、まあ、Twitter とかあったんだけど、なかなか Twitter でも反応してくれなくて、ホリエモンが作ったアプリが、いきなりリリースされて、まだありますけど、で、リリースされたばっかりの時ってユーザーがあんま集まんないじゃないですか。編集者誰もいないし、そもそもなんかビジネスパーソン的な人もあんまいねえなみたいな。これ草刈り場じゃんって思って、めちゃめちゃコメントして、ツイッターだったら全く反応来ないんだけど、
コメント返してくれるんですよ。丁寧、まあ丁寧じゃないけど、ホリエモンとか。で、これやばって思って、ホリエモンに本のお願いして、健丈さんにも本のお願いして、それで、僕のデビュー作、ホリエモンと健丈さんの本を一冊ずつ出して、そこで始まったんですよね。だから普通に、ホリエモンとか藤田さんとか健丈さんとかって、どうやって出会うんだろうとか、みんな、いや、無理だなとかってなって、やっぱ人脈ある人しか無理だよなとか思って。だけど、そんな新しいアプリをちゃんとウォッチしてるだけで、圧倒的ブルーオーシャンだったりするわけですよ。そういうことってめちゃめちゃあるんだけど、なんか日本人特有なのか、正面で勝負することが第一の選択肢みたいになってて、思考停止してるんだよね。じゃなくて、第一の選択肢は真正面から勝負しないことなんだよね。なぜならば持たざるものなんだから。最初はその明らかに自分が業界の中で力を持ったり能力を持ったり知名度を持ったりしたら王道で行けばいいのよ。ミノワですけどみたいな、もう出しませんかみたいな、それでいいんだよ。ああ、ミノワさん知ってます、これがその王道でしょ。でもそんなもんはできないんだよ。だから最初はこの脇道から行くしかない。いわゆるサードドアっていうことをすることがむしろファーストドア。だから今何が言いたいかって、 Facebook ってそうなんですかって、着眼というのはその通りだし、そういう発想は素晴らしいんだけど、当たり前なんだよ、そんなことは。戦略的にてか、もう100年前からやっとけよっていうような話ですよ。常に3つ目のドアがないか、まともに戦って勝てるわけがないんだから、裏技を使うっていうことが当たり前なの、最初はね。で、徐々にそんなことをやらなくて済むようになる。から、結論、 Facebook は確かにおじさんのたまり場になってるから、そういう人と出会うっていうことが、目的ならばいいでしょう。もっとトリッキーな、もっと自分の頭に汗かいて、考えないと別な成果は生まれないんじゃないかなと。